チャンネル。え、藤森大丈夫なんかの？藤森元大統領がなんか禁錮25年を言い渡されとったらしいが、それがなんか免除されるかされんかでペルーで騒いどるらしい、ね。まあ、どっちしてももう病気でよぼよぼじゃけ、そんな長生きせんじゃよって感じやな。まああれかのよよって感じや。うん、アジア人で大統領になったのはかなり珍しいことなんじゃろう。まあいろいろやりすぎたってのはあるやろうな。特殊部隊なんか特殊部隊でに民間人殺させたり、なんかの貧困層に避妊手術、避妊か、避妊の手術しまくったり、まあ、いろいろめちゃくちゃやってきたけ、まあ、その月は回ってきたかもしれない。まあ何でもいいけど、まあどうせ釈放はされんかもしれんが、そっとしといてやりゃいいんじゃないかな。まあペルーの人の中には納得いかん人も多いだろうが、まあ仕方なくはないか。まあわしゃ藤森を応援しとるわ。藤森が頑張っとる姿見るわい。まあ藤森もツイッターかいな。ツイッターで命乞いの宣伝する余裕があったら体ゆっくり休めてた方がいいんじゃないかな。まあわしは日本におるけ、ペルーの船なんかも関係ないが、まあ藤森頑張ってくれや。気に入ったらチャンネル登録してくれや。まあチャンネル登録しとる人もしてない人も見に来てくれや。じゃあ。